日立宮正人親王は、日本の皇族。日立宮家当主。称号は吉宮、お印は、貴新樹。御倉は親王、継承は殿下。君党は大国。昭和天皇と皇順皇后の第二王子。第百二十五代天皇、秋人の弟。第百二十六代天皇徳人と、秋篠宮文人親王の叔子。 明治天皇の高層村、大正天皇の高層、昭和天皇の第二王子にあたる。2019年5月1日の特人即位時点での、皇位継承順位は、第3位で、最年長の皇位継承資格者、最年長の男性皇族である。また、皇位継承資格者の中では、皇位継承順位は最下位である。 おしるしに選ばれた奇心樹1935年11月28日、昭和天皇と皇順皇后の第二皇男子として誕生。幼少期に軽い小児麻痺を患う。1939年12月、万4歳で宮中を出て異居し、不育館の下で育てられる。異居に際して、昭和天皇は、異居先を明るい気持ちの良い場所とするよう要求し、異居を、 寂しいと述べている。一挙後の12月7日には、英国王室にお手ては、宮中にて巫女不育をしているが、日本ではなぜできぬかとの言葉を残した。まさひと新能をモデルとして描かれたとされる当時、人気の漫画の主人公から命名された、火星ちゃんの愛称で、国民に親しまれる。1965年10月26日、オランダにて、 花子人1955年11月28日、青年に達し、大9に除され、菊花大受賞を授けられる。1958年、学習院大学理学部科学科を卒業し、理学士の称号を取得。その後、東京大学大学院理学研究科研究生となり、動物学を専攻。 1964年2月20日に徳川義博自重邸で彼の名、津軽花子と見合い。2月22日に津軽家が演壇を受諾し、2月28日の皇室会議で婚約が内定。4月14日の納祭の儀、9月15日の国旗の儀を経て、9月30日に結婚の儀。沿道には5万人が集まり、祝福した。 1965年10月26日、スーストダイク宮殿にて、ユリアナ女王、プリンス・クラウス、ベアトリックス王女、マサヒト・シ花子と結婚の儀に伴って、同日、日立の宮家が創設される。戦後、かつ、現行の皇室天般の下で、初の宮家創設であり、宮号は、律令時代より、親王を国史に認じた、日立国から選ばれた。 花子人の間に、子女はない。住居は、東京都渋谷区上番松町の時は松御殿に、定められた。時は松御殿はそれまで皇太し、秋人新王の御殿で、第二次世界大戦前までは、東伏見宮邸であったところである。現存する宮家の中で唯一、赤坂御用地以外に宮邸がある。日立宮正人新王は、 公務の傍ら癌の病理学的研究を続け、1969年から財団法人癌研究会癌研究所の客員研究員を務め、2001年1月から癌研究会名誉総裁に、2012年12月から高松宮被癌研究基金総裁にそれぞれ就任した。2011年1月2日、新年一般参加にて、花子人、父、 昭和天皇の学級肌の性格をよく受け継いでいるとも言われる。皇室では、おじの三笠宮隆人親王とともに学者として、豊富な研究成果を上げており、高い評価を受けていた。英語も堪能で、海外の学会にもたびたび参加している。その恩和な性格を示すものとして、昼食の際、助官がナプキンの用意を忘れたことに気づいたが、 彼女を気遣って何も言わず自分のハンカチを膝に乗せていたというエピソードがある。一時無教会派の教義に触れた時期があったこともあり、キリスト教にも理解が深い。1965年にはバチカンで教皇パウロ6世と面会している。白内障を患っている。2008年に治療を行ったが、2012年には後発白内障の症状が出始めたため、 2013年3月19日に再手術を受けた。政府による正式表記では、皇太子を除いて皇族に宮号が冠されることはないため、それらの告示が掲載される官報での表記は、正人親王とされ、日立宮が冠されることはない。ただし、同じ政府による表記であってもホームページなど、国民一般への分かりやすさが重視される場面では、 の宮表記も用いられる自身が誕生した1935年11月28日から1960年2月23日に広宮なる人親王が誕生するまで後位継承順位は第2位だった。現在は、老いの秋篠宮文人親王、大井で、秋篠宮文人親王の第一男子、久人親王に次いで第3位。 2016年10月27日の三笠宮隆人新王皇居から皇位継承資格者最年長、最下位である。ただし、皇室の男性の構成員としては兄である秋人に、ついで2番目に年長である。三笠宮、兄、天皇を語る。日立宮がクリスチャンである、という説は、明確に否定している。ありがとうございます。